三日三晩熱や激しい痙攣に襲われ、最後は死を迎える。病に倒れる者が道端へ投げ出され、村は絶望と恐怖に落ちていった。しばしここを離れますが、どうぞご無事で。この命に代えてでもあの方をお守りする格好だ。高熱と激しい痙攣が三日三晩続き、最後は死を迎える恐ろしい病で、予防策はたたりを追い払うことしかなかった。この病、たたりなどではありませんぞ。どういうことだ。千尺の茶、お姫。吉高様、雅子様。何か嫌な予感がしてならぬのだ。どんな人間でも必ず助けてくれる阿弥陀はいるのだ。待て、無事でいてくれ。